小谷さん、歌めっちゃ好きやけど、ほぼ歌詞知らん。どうも。夜の光です。お願いします。お願いします。今回はですね、はい、あるカップルとコラボをしております。はい、見てもらったらわかりますが、このカップルとコラボさせていただきます。どうぞ。どうぞ、こんにちは。小谷カップルの小谷と、夏希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高。待ち望んでいましたが、今回はですね、はい、この小谷さんカップルとある企画をさせていただきます。題して夏希ちゃんの左右のエクボにスポイトで一滴ずつ水溜めて左右のどっちのエクボに多く水溜めれるか対決。イエーイ。はい、ですね、まあ、今平成からですね令和に変わりですね、日本の問題視されているですね、あの少子化、人口減少とデフレが続きですね、その経済が不安定といった状況が日本で問題されていまして、この2つ以上にある問題がですね今問題視されていると思うんですよ、日本中や世界中で。その問題とは、夏希ちゃんの左右のエクボにどっちが水多く溜めれんの。まあ、この問題をですね解決するとともに、この問題が不安で寝れなかった皆様に安眠を与えるという意味でこの企画をしていきたいと思います。気になってたでしょ、どっちの方が水たまんの。夏希ちゃんの笑顔を見るたびに、あー今日は、いや右かな、左やろ、これで喧嘩してたカップルも多いと思います。それをね、まあ今日今回検証していけたらなと思います。ざっくり説明しますと、右エクボ派、左エクボ派に分かれたいと思います。右エクボ派がこちらにカップルの2人です。はい、で僕らは左のエクボの方が水たまるんちゃうかと思って、左エクボ派に分かれました。はい、おこれで一滴ずつスポイトで水を溜めていきたいと思います。はい、ほんで多く溜まらなかった、まあ、こぼれてしまったチームに、ひよこのビリビリ、そう、ボタンを押したらビリビリってくるやつをしてもらいたいと思います。なつきちゃんはその企画中に笑わないように笑ったら水がこぼれてしまう。はい、まず今回の企画を許していただいたこちゃりさんの寛大さんにまず拍手してください。ありがとうございました。いや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 、もうこういう企画をやっていただいて自分の3年間の悩みでもあった。あ、そうですね。こちらとしては試したことなかったんですか。いや、試めようと思ってたんですけど。なるほど、機会がなかった。機会がそうなんですよ、じゃあぜひこれをいい機会として試めてください。ありがとうございます。はい、では右エクボか左エクボか、どっちに水が多く溜まるか解決していただきます。よし、お願いします。はい、スポイトで水を溜めていきたいと思います。こうやってですね、同時に両エクボに一滴ずつ垂らしていきたいと思います。おお、こぼれた方の負け。よいしょ。下手やな、盛り上げ。よっしゃ、いきます。まず一滴目。およっしゃ、一滴目成功。一滴目めっちゃ笑ってるね。うわオッケー。え、すごい。三滴目いきます。あー、待って、エコなくなる、エコなくなってる。オッケーです、オッケー、オッケー。よっしゃ、四滴目、あー、マジだ。あんなに、あ、エコ流れてきてるよ。おー、いった。おー、ギリギリ、あぶない。四滴来た、四滴来た。おー、すごい。四滴目、ほんまにいい勝負、これ。左めっちゃ向かい。笑ってこらえて。いきます。やばい、待ってよ、揺れたらダメですよ。あ、こぼれたんじゃん。待って、五滴目で、待って。あ、そうか。で、四滴か。一緒か。同点ですよね。え、どうしますこれ。これドローにしますか。これ一回ドローで。まあ、こういうことですということで。そういうことです。確かに、そうそう、もう一回だけいいですか。もう一回やりました。なるべく、揺れないように。動画終始揺れてました。はい、では、一斉のでいきます。はい、笑ってください。いきます。ねえねえねえ、今が一番掘り深い。オッケー、いってみけ。お、お、素晴らしい。いけ。じゃあ2滴目いきます。お、笑って。あ、そうです、そうです。オーケー、見て。あ、僕も行きましょう。はい、はい、次行きましょう。3滴目行きましょう。待ってください。あ、いいですね。オーケー。これほんまに見せた。あー、4滴目、オーケー。おーい、すごい。あー、よっしゃー。よっしゃー。めっちゃ笑ってるやん。3回戦しようか。いきましょう、いきましょう。はい、じゃあ次、2回戦いきまーす。笑顔入りまーす。夏希ちゃんの笑顔入ります。お願いします。おーい、行きます。あ、いいわ。はい、あ、僕出る。え、すごい。オッケー、はい、できまーす。2滴目。うん、いいですね。はい、いいエクボ入ってます。え、すごい。お、あ、あ、あ、え、これやばいんちゃう。はいはいはい、お、
バカ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 すいません、ごめんなさい。いきますよ。はい。よし、笑って。一滴目。オーケー。一滴目これ。はい、一滴目です。二滴目。あ、もうちょっと。そうですね。はい、次。もっと笑って。三滴目。もっと笑って。しんどいやろな、笑うの。入れる方よりしんどいよ、これ。入れる方なんもしんどくない。四滴目。次四。うん、お、すごい。あ、同じやん。俺の方が早かったんでしょうか。俺の方が早かった。そうやな、次で。多分俺の方が早かったですか。じゃあ今同点なんで、次で。ラストですね。これで決まります。夏希、すいません。エコボお借りしてます。いきます。はい。はい。はい、せこい。いや、ダメ。もうすんの？一滴目。いいね。いいよ。よし。次行きましょう。一滴目。はい、はい、次4滴目はい、次4滴目はいはい、あ、やばいやばい、負けるで、お笑って、しっかり、あ、負けた、おまぁ、おぉということは、そういうことはビリビリしようか、イエーイ最悪、コウくん2回やりや、うれしい、1円バレないもん、じゃあ負けたんで罰ゲームやります、イエーイ、お願いします。これで2つのこの金のとこ両方とも一緒に押したらバチバチバチってくるっていう。では行きます。お願いします。怖い。うそい。もうちょっと近く行く。これさもうちょっと。あ、はい。で、まあ、とりあえず元が2人。怖い。おい。邪魔長いな。え、怖い。怖いな。俺も一緒や。お前が負けるから。確かに。それは悪くないですよ。カメラずっと思うんですよ。ポイちゃん取るって二人ですよ。ってことは二人が、うん、いや、こんなに分かる、一番意味分からへん。カウントダウンすんの、余計怖い、ミッチーの上で、ミッチーの上で、行こう、頑張れ、お前 YouTuber、 お前これはないのに一歩で、じゃんけん負けたのかするちょっと、これマジやるよ、お前これ思んないでやらなかったら、よし、頑張れ、ティーちゃん、お前これマジでほんまにやるよ、手汗いぐやらなきゃ思わないで、やるよ、家じゃないで、これは今プライベートじゃないぞ、せーの、最初はグーじゃんけん、はい、あー、最初いつもグー出してまうから、今日チョキ出せなんて思ってたのに、思ってた時に押せ、押せ、何も悪ないのにさ、もっともっと、早くいけ、でもね、ほんまにエクボ貸してもらってんのもこれぐらい返さんかよ、リアクションぐらい、怖い怖い、行くぞ、ひよこもうさに持てんねん、早押せ言って、やっぱり一日よ、無理、はい、マジで手汗止まらん、早く、いっせーので、は、早やれや、マジで怖い、マジで怖い、引きつらせんねんから来てもらって、お前すいません、もちろん引き取り、すいません、一応さ気持ちいいっすよ、そう、いかんかい、いきます、ビリビリまで、はい、3、2、1、ゴー、手なったかお前、押してもらった方がいい、今回やってみる、いやいや、ほんまにや、ほんまにやる、これはやった方がいいっすよね、うん、やるな、全然やります。やりますか？やりますよ。押してもらった方がいいって。いやいや。何？めっちゃ怖い。やれへんやろこれ。あった！あ、これは、ブルルルってくる。マジで痛い。ピリピリピリって。やります。やっていった方が大阪人のノリ怖いわ、怖いね、怖いね、入ってください、もっと入ってください、おいよ、おいよ、おいよ、微妙な、微妙な、結構ね、ブルーそうやぞ、はい、じゃあまた次の動画どうぞ、いっ
ですよ。だって何も関係ない。確かにお前らレッグ動かしてもらったのに。でもそんなに痛いです。でもなんでそんな痛くはない。ブルルル痛いと思う。やだ怖い。痛いです痛いです。触んないでほしい。こうやってて、あーなんだ気配感じた。気配あ、待って、本当に汗かいてきた。よし、じゃあ汗かいてくれる。じゃあ表情見える。待って、本当にほらほら、なんで、あー痛くない、痛くない、まだ生きてなかった。あー、じゃあ答えになってください。いきましょう。動画これ。日本も今日は平和でした。はい。ではエンディングですね。はい。この動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントといいねとグッドボタン、青いやつ押してください。お願いします。これダメですよ。これだけはやめてください。お願いします。では終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。シュン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 。はい。遊びましょう今から。遊びましょう。遊び。